そうか、まさかカンナさん出てくると思わなくて適当に声当ててたのに、すいませんね。でも案外そんな感じの声っぽい立ち絵だった。確かに。違和感なくてよかったわ。そうそう。うわぁ！おぉ、外なの？え？え？どうなってんのこれ。あー、はいはい。これはあの、船着き場があるや。これ、奥多分。あー。燃えてる車が、おぉ。登れる。ね、登れるね。おぉ！ゲーム実況配信者、刹那圭介、放送局にて実況イベント開催予定。この後すぐ、あ、違った、この先すぐだった。あ、でもこれ。この先すぐ。ってことは、ここ上登れってことか。放送局がそこに、あ、そこで歌ってる人がいるって大丈夫。ってことだ。あ、マイコ、オーロラ。オーロラさん。ふんふんふん。なるほどね。そういう広告的な感じの形で、実況者さんが出てきてる。ってことかな。ねえ。すごいな。ちょっと、あれだ、スクラップ回収しに行きたいんだけど、私。あ、そうか。スクラップね。うん。どこだったっけ。 あ、待って、戻れないわ。戻れないんだ。戻らせてくれ。おっと、おっと。セーブもしたい。まあ確かに、話進んだっぽい感じの入り方だったんだ。確かになぁ。うわぁ。行くしかねえのか、こっち。ねえ。あ、あるあるある。やった。ありがてえ。ん？これは何？これは、わからん。あれは。ああ、そこか。あれが放送局。え？ここはどこ？私は誰？記憶喪失。え、でもこれどっから降りるのかもわからん。あ、ここか。オッケー、降りた。あ、ドン、ドン、ドン。勝手に進んでる。おうおう。わかんないの？ライオンズマンションみたいな。確かに。入り口にね。そう。鍵がかかってる。え？この銅像が鳴った今。マジ？あ、違う。生きてんの？あ、なんだ、なんも。トイレットペーパーある。え、どこに？あ、いたいたいた。トイレットペーパーって言うな。あ、いるわ。ゴリラ。あ、いるね。あ、金もあるわ。あ、ほんとだ。いっぱいいる。うわあ、ダメです、やめてください。いやあ、いやー、痛い。無理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 。完全に囲まれてたな、今。あ、しかもあれだ、フリーズだ、これ。忘れてない、F5 キーですよね。はい。うん、うん。ああ、待って、画面ちっちゃくなったんですけど。あれあれ。ちょっと大きさ変更しまーす。はい、再開していきましょう。はい。ちょっとね、前の方からやろうと思ってるんだけど、前に戻れなくなっちゃったからさ、ヒューズ交換したらさ。ね。そう。だから、ちょっとこっちでまだ行ってないところとか、あと、スクラップ探しに行くわ。うん、うん、うん。行くぜー！ゴーゴー。ゴーゴーゴー。行ってない部屋はね、うん。曲がってるけど。ね。スクラップがどこにあったか。そうそうそう。危ねー！ここよ！あー！布切れあるやん！あー！コヒッキー。ああ、いる。僕だよ。僕です。なにこれ。乾電池。乾電池、え？クラフト可能？可能だね。換金アイテムとも書いてるけど。ねえ。え？トレジャーアイテムの中には他のトレジャーアイテムと組み合わせることで価値が上がるものがある。ああ。はあはあはあ。え？指輪？え？マジ？やば。指輪に？モルサーモルサー、え、いつ持ったの？あ、クラフト持ってない。そういうこと？うん。なにこれ？あ、へー、なるほど。このモルサーを手に入れて乾電池と組み合わせたらめっちゃ高く売れるでってことか。そうだね、そういうことか。はい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 。え、モルサーがいるのか。モルサーか、欲しい。モルサー呼びなんだね。あの綺麗。いや、でもいるんだよな、ゴリラが。そうだね。ナイフ持ってねえんだよ。むずいね、ナイフなしで取るのは。あ、でもいけそう？うわあ、すいません。ふぅ。面白いな。一回出ていくと、戻ってるの面白い。こっちみんな。いっぱいいるじゃん。いや、全然ここからだとさ、わかんないんだけど、うん、私目線だと。よっしゃー、いっぱいいるー。
あれ。とりあえずでも今探索できたから。そうだね。うん、うん。なんかあったな。真ん中なかったね。なんだろう。あ、間違えましたー。ああ。進んじゃう。こっち。モルッサー、欲しいっす。ね、あの真ん中にあったのがモルッサーなのか。かな。なんか箱っぽいのあったよね。うわあ。ああ。血にかけてる。ああ。ちょっとまずさ、これ帰って来られたら手に入れるってことでしょ。ああ、いいと思う。めっちゃいるんだが。ん？今持ち物は何個持ってるとか。今1個。ああ、じゃあ全然持ってるんだね。持ってるはずや。うわ。どう行けばいいんだよ。難関そうだな、ここは。今結構行けそうだったわ。ね。お前も、どっか行け。お。わこんにちはって隣に並んじゃったからな、今。欲しかったな、でもな。ねえ。動きを観察。うん。そうなんだね。完全にランダムなのか、こいつらの動きって。ああ、いやー違うんです。すいません、危ねえ。お、ね、危ねえ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 。あいつも衝突してたよね、今。ねえ。はあ、もう、こういうの黙っちゃうんだよ。本当に集中して。物静かになっちゃうんだから。わしが実況しとけばいいのか。うん。やられてしまった。なんということでしょう。これはまたやり直すしかないようですが。そうですね。ここら辺は早送りやカットになるんでしょうか。もちろんですよ。先にさ、あっち行こうか。このさ。あー。ここもまだ行ってないよね。そうだね。あ。あ、そうだね。布切れ。結構あるね。そう、行ってないとこ結構あったんよね。うんうん。あ、でも布切れしかないかな。あ、ええー。おーおー。おーおー。あー、モルサー、モルサー。光ってるよ。なんてこった。白モルサーがいるじゃん。あ、今だ、今なんだよ。今なの分かってんのになんで行けなかったんだ。大丈夫、大丈夫。もう一回あるよ。今、モルサー！ああ、目の周り。ああ、わかりました、わかったから。逃げるぞ。ああ、ナイス。うん。なんか。うわ、モル、なんかあるね。わあなんかあったね。うわあアミュレット。アミュレットだけど行けナイスナイス。痛えけど。これ半減する。あ！え？今手に入れて、速攻でなくしたんだ。あ、なくすの？なくすこともあんの？いや、多分今、半減されたんだよ。使われたってことか。うん。使い切り？使い捨て？使い捨てだ。そういうことか。なるほどね。発動したらなくなるんだ。はぁ。マジか。常に装備するような装備品ではないんだね。うんうんうん。右向け。よし。あ、あるね。よいしょ。ナイス。来た来た。で、ここが何？カセットテープ？サンキュー。そうなんだ。これもクラフト可能か。うん。あ、お金！やった。おー。いや、これだいぶ今後の金銭に関わってくるんじゃないか。ねえ。ちょっと、命は削ったけど。うん。
金は手に入れた。だし、ほら、栄養ドリンクみたいなやつも買えるっちゃ買える。ねえ、確かに。うん。モルサー、電池なしね。一回、おめでとうのセーブしとこう。カセットテープは、クラフト可能なんだ。そうだね、うんうん。ああ、そう。あれもだから、クラフトした時に高くなるやつ。うんうんうん。あ、そうだ、これで、あれだ。違う違う、クラフトクラフト。ナイフ作れる。あ、そうか。そうだね。ナイフあるだけで違うやろ。うんうん。じゃあ、乾電池手に入れて、うんうん。モルサーを換金するとこまでやっちゃいましょう。おもう驚かなくなってきた、ここは。のきれい。うんうん。で、取得して、クラフトモルサーモルサーに命を引き込む。よし。モルサーいくら？まあ、うん、まあまあまあ。まあまあだね。指輪が高かったからね。そうね。指輪。指輪がな、カセットテープ、おー、まあ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 。うん、あ、そのままでも。高えなぁ。あ、高いね。あ、でも、そっか、6にもなるのか、これ、6000。あ、そうだね。皆さん、4000か。体力上限。高いね。でも、あ、そっか、少し、増加するか。これ、回復は？回復はしないんじゃない？救急キットなんじゃない？回復。ほら。あ、そっかそっか、救急キットか。いや、ここは、どうだろうな。でも今布、ないんだっけ。布1個。あー、1個。たださ、確実に、うん。そう、戻れなくなるじゃん。しばらく。そうだね。買っといていいか？まあ、いいかもね。今確実に、あるアイテムが、そのガラクタ、あ、違う、ガラクタじゃないや。スクラップ。あ、そう、スクラップがあったのはわかるけど、うん、布はもしかしたらもうない可能性もある。確かに。状況だから。いやー、まあ、いいかもね、買っても。そうね。在庫とか。うん？在庫3つしかないんだ。ここで3つしか買えないっていうことだ。あー、ほんとだね。あー、ウエストポーチももう。あと1個しか買えないってことだ。上限だね、そうそうそう。どっちを取るかだな。いやー、どっちか1個買ったらもう何も買えなくなるんだよ。まあね。いや、そんなに守り固める？取られたくないんだよ、高いから。高いから、そっか。視界がどんぐらい？だからナイフあるわ。ナイフ？そう、ナイフで。ああ。うわあ、これ死んだね。一発しかもう耐えられないもんな、今、状態的に。そうだよな。なるほど。どうしようかな。あ、まあ、確かにナイフ使うのもありだか。ね、一体倒した方がいいかも。手が入りました。どこのゴリラを倒すのが一番いいんだ？どうなんでしょうね。これは。追いつかな、やっぱり。解説の私もわかりませんね。おっと。一匹倒して。あ、これはもう簡単に取れるのではないでしょうか。これどうやって取るの？あれ？高すぎて取れない。届かない。まさかの足場がないと。え？その椅子とかも押せないのか。動かせない。どうやって取るね。これはゴリラに取ってもらうしかないんだよ。え、届かないですか、ね、あ、救急キットやん。救急キットかよ、これ。マジかよ。で、あとある、なんか。救急キットか。これはトランプ？プレイング、ん？プレイングカード。あ、でも換金アイテムって。そうだね。これは？これは取れない？あ、なんか、天然があるよ。あるね。はい。18日発売の、プリティフィギュア。これだ！いやじゃん。カツネ？カツネ0417じゃなくて9780円。あれ？発売日だっけ？そうそう、発売日。オッケー、ちょっと待って。12月18、0427 9780。よし。いいね、でも全部。オッケー、これで、さよならー。かわいいな。かわいかった。カツネさん。あれ？ここがなって？これは違うな。ここが。あれ？ちょっと待ってよ。あ、そうか、そっちか。トイショップの金庫が、ね、金庫だもんね。
ピックアップフィギュアの発売日だから、うんうん、1、2、1、8、やったー、おおー来た、あーアイテムいっぱいって言われた。あーいっぱいか、あーでもプレイングカードとか売ってくればいいのか。そうだね、救急キット使っちゃう、ちょっとその前にプレイングカード売ってセーブして救急キットの回復量を見るか。あーいいじゃんいいじゃん、プレイングカード売る、まあ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 、まあ、いいでしょう。で、いいね、セーブして、ランプ1400円は高くねえか。高いね、遊びたいんだろうねみんなね。そうか、確かに。救急キット使うとどうなる。どうなった。おー1000回復か、うん、なるほど。まあ、これは回復しててよかったかな。うん、いいんじゃないか。そうね。一発も耐えれないから。もうビビってたら先に進めねえ。お、これはいくらになるでしょうね。ねえ。よし。間違えました。クラフト。カセットプレイヤー。でーん。こんなに頑張ったんだから高く売れてくれないと困りますよ。ねえ。これ何なんだろうね。それ何なんだろう、てか何の入力なんだろうな、ね、そもそも。パスワード、何のパスワードなんだ。入った。ブ。だったらすごいよ。確かに。それだったらすごいな。ま、マジって。わからないです。さ。ただ、ガラクタが。あ、そうだった。ガラクタどこにやったんだっけな。4000、ナイス、ナイス、ナイス。おー、高い。いいね。おお、すごい、1万超えてる。これは買おう、なんか。あ、これ2つ買えるやん。ああ、そうだね。買っちゃおう。ちょっと栄養剤のあれを見てみよう。セーブしたし。あ、うん、あ、結構増えてない。あ、ほんとだ。ああ、そう。おお、2500近い感じ。なるほど。救急キットって結構大事なんだけどね、一応ね。うん、まあ、いっか、これで。まあ、いいんじゃない、救急キットも、あるんじゃないこの先に取れる。あるよね、セーブをするんだ。えい、ナイスセーブ。ナイスセーブ。あれは、やっとここまで戻ってきたわ。万全の状態で来た。ね。ここにトイレットペーパーがある。トイレットペーパー拾って、この横の芋なんか光ってるやつは何なんだ。わあ、はい、こんにちは。ああ、そうだった。うわ、痛い、痛い。おっと、ミリで耐えている。あれ、ね、やられてしまった。これ死んだ方がいいなーってだと。死をただ待っているだけの角で。いや、セーブしたしって思って。そうだね。セーブの余裕でかいな。セーブが定期的にあってくれるのめちゃくちゃありがたい。なんかね、オンデキクリアしたから、うんうん。なんかオンデキの方が怖かった。あー。オンデキでもう、うん、なんか、一つポイント超えてる感じが。そう、鍛えられた感ある。うん。まだだって今のところゴリラが徘徊してるだけだからさ。まあ、実際そうなんだよ。あー、だめだ。なかなか取らせてくれない ね。お金欲しい。あ、あれお金か。うん、そっかそっか。犬に見えた。犬。あ、やべ。目の前通っちゃった。目の前通っちゃった。おーおーおー。パワープレイ。いけー。ーやったー。おー、ナイス。他に何もない。なんか爆弾みたいなライト。なんか食ってるわ。食ってるね、鼻食ってる ね。あと他に何もないよな。うわー、見つかっちゃった。そうだろうね。見て。ああ。何もなさそう。だから死ぬ。自ら死を選んだ。目の前に行ってん。これで、でもまあやり直しなんですけど。ここもう一回見なきゃいけないの申し訳ないな、ごとですまんね。まあ何回もライオンズマンション見るだけだから。そう。内見です。
内見、いや内見すらさせてくれないけど。確かに外見です。早す。外見です。外見つまんなそう。金を取ります。取りました。よいしょ。オッケー。ここはもう盛り押しで。盛り押し。セーブ返り。セーブセーブくれ。セーブない。セーブに飢えている。ああ、金をくれ。なんか光ってんな。お、あ、なんか光ってる、ね。なんか光ってんな。でも金は無理だった。これは？ああ、植物園の鍵。ナイス。鍵だ。よし、これさえあれば。え、なんか進んだっぽいね。ね、フラグがなんか進んだ感じが。ね。ここはもう行けませんってなってる。ライトどうなってるの？ライト？ああ倒れてる。騙してみたいな。ねでも倒れてるんだ。うん、え今アイテムがどんなもんだ？おお。はあはあ。おお。救急キット作った上でナイフも作れるよ。うん本当だね。作っとくか。うんいいと思う。アミュレットあんまいらなそうだもんな。そうだね、使い切りなんだって感じだったな、うん、ナイフ作って救急キットも作っちゃう。 OK ナイスナイス。で戻らなきゃいけないわけですよね。そうだね。これは戻りたいね、うん、おおいいんじゃない。なー痛い無理だもうね、手がね疲れてきたもん。もう本体の HP っていうか、そうそうそう。MP がないじゃん。左手でさキーボード操作をしてるわけよ。うんうんうん。でもキーボードって右側にあるんだよ、あの上下左右ってさ。そうだね。だから私はクロス、手をクロスした状態で、あのシフトキーとエンターキーを右手で押し、キーボードを左手で動かしてるのよ。だからね、もう手が疲れてくるのよ。どういう状況だよ。え？てか、そうか、方向キーなんだね、これね。そうか、そうか。じゃあ、これは、早いところ、抜けていきたいですね、ここね。ねえ。ねえ。広島からみんな消去して。ええ、痛いもう！わぁ、でも。いやこれは帰りの分が無理だよー。おうわあ違う。あでも痛っ。あのね痛くない痛くない。ああ違う待って。ちょっと何回アイテム使わないといけないんだ。痛っ。まあなるほどな。その余裕はないね。ないねー。ライオンズマンション、ライオンズマンション外見ね。7度目ぐらいの外見。めっちゃ迷ってる。中見てないからだよ。外しか見てないからその前は。どうしようかな。おお。よしよしよし。ナイス。おお。気づかれもしなかったぜ。ね。ナイスナイス。で布きれいゲット。植物園の鍵ゲットで、すぐにアイテム押さなきゃいけないと。うんうんうん。慎重に行け。どっちから行くのが正解だ。いいぞ。来た。おお、ナイス。すげえ。すげえ、めっちゃ最短できた感あったね。ねえ。ここで、アイテム。キーアイテム、ここだろ。ナイス。頼む、セーブをくれ。やっと内見ができますね。やっと内見できる。もうこれ死にたくないっす。セーブがないです。セーブがないです。なんもないっす。なんもないね。お化け見つけた時の反応じゃん。セーブに越して過ぎている。ウェルカム。おあでも奥行けないわ、調べられない。うんうえー、もう
しぶり。エリカ、何かあったの？どうした、泣いちゃって。エリカ、ねえ、大丈夫？エリカ？嫌な予感がする。早く鍵を入手して戻らないと。あら、あれかな、一緒にいた女性とか男性がもう亡くなっちゃったりとかしたんかな。結構虫の息じゃなかった？男性って。だって。まあ、確かにね、男性の方はなんか弱ってる感じだったからね。うん、女性はもう、ごめんなさいって言って逃げちゃったかもしれないじゃん。おいおい、封鎖して待ってるって言ってたじゃん。この子は私が見とくわって言って、ごめんなさいって言って逃げてたかもしれない。一人で行かせといて、諦めちゃったかなぁ。あ、なんか歌の声が近づいてる気がするね。ね、だんだん。近づいてるんだろうな、多分な。あ、どこ、いっぱい行けると思ったら全然違ったわ。まっすぐしか行けないわ。機材とか。おお、もう、そっちに行けとしか。行きますか。ねえ。おお、プリン。どうぞ。なんだ。僕は敵じゃない。助けてくれ。物資でもくれてやりたいところだが、あいにく何もない。お願いします。大丈夫。私そんなつもりじゃ。何事？舞子さん。どうやら、生存者がいたようです。そう。やばい、ふざけてるわ。ちょっともうちょっと綺麗にやろう。舞子さん。癖あるが好きなんだ。歌姫だからな。女の子が一人で、さぞ大変だったでしょうね。ああ、人格変わっちゃった。ご無事で何よりです。好きだったんだけどな、さっきの舞子さん。私。そうですね。舞子オーロラと名乗っています。こちらは、魚住。二重人格みたいになっちゃった。魚住です。舞子さんのマネージャーをしてます。舞子。じゃあ、パークで流れていた歌は、きちんと聞こえていたのですね。ごって、歌っておりましたの。そうでしたか。みんな、あなたの歌を頼りにしてました。それは、光栄ですわ。外はひどいありさまでしょ。変な人になっちゃった。少しでも人々の慰めになればと思いまして。それにいろいろと忘れられるんですの。忙しくしている間は。ああ、変な人。さあ、そこの椅子にでもおかけになって。疲れたでしょ。大したものはありませんが、お茶でもお上がりになって。ありがとうございます。でも、急いでるんです。あら、と、言いますと、私、船着き場から脱出しようと思っています。よく普通に会話できんな、あやめさん。それだ。そのために、ここにある鍵を探しに来たんです。まあ、お若いのに強いのね、あなた。鍵ですって、魚住。何か、わかる？いえ、何のことやら。いや、もしかして。廊下を塞いでいたバリケード、もしかしたらその先では。探している鍵さえあれば脱出できると？ええ、きっと。わかりました。様子を見てきます。ああ、魚住死にそう。現場は承知の上ですが、ここから脱出できるのなら、俺、帰ったら、奥さんと、あ、奥さんじゃない。結婚するんです。奥さんと結婚もうしてるの。失敗した。きっと、大丈夫です。ご安心くださいな。怖いのはみんな同じです。魚住も、私も。そう、ですね。でも、あなたは違う。こんな時でさえみんなのために歌って、すごいことだと思います。怖いわ、とても。それでも、歌うのです。私、普段から平和のためのコンサートをやっておりましてね。いろんな場所へ行きました。
災害の被害地や被災地や紛争地帯までいろんな人を見て私強く生きると決めましたの。辛くなってきた。どういう発動条件なの。あれ帰ってきた。ああビンゴです。向こうにまだ部屋がありました。本当ですか。きっとそこに鍵が。参りましょう。いえ舞子さんはここで。パークへ歌を届けないとみんな舞子さんの歌を待ってる。そうね、わかったわ。くれぐれもお気をつけて。ええ、では参りましょう。あら死ぬかもしれない。でもね、最後の時にしっかりと死を受け止めたいんですの。人を愛し人のために何かをすること、そうすればたと、え、私が死んでも愛や思い出は死なない。きっと誰かの中で生き続ける。こんなにかっこいいこと言ってるのに台無しにしてごめんなさい。わしのリクエストのせいで変な人になってしまった本当はね、綺麗な人になるはずだったんですけど謎の発動条件だし、ね、開かない。あ、魚住。お、魚住。すごいでしょ、舞子さんは、うん、ある意味。いろんな意味で。人々のために休みなくずっと歌ってる。これは本人が気にしてないから君にも言うけど、舞子さん、もともとはもらいっ子だったらしい。貧困で、あ、貧乏で、いろんな目にあって、それで困ってる人を放っておけないんだ。あそこまで純真に人を思えるなんて。素敵な人だ。あの歌、本当はレセプションで歌うはずだったんです。ああ、途中で終わっちゃったもんね。なるほどね。こんなことになってしまって、残念ですよ。そんなこと言ってる魚住が黒幕だったらどうしよう。惜しいね。もし船が見つかったら、舞子さんを助けてやってください。当たり前だ！あの人はこれからの世界に必要な人だと思うから。そうだね。もちろんです。船を見つけたらきっと。うん、嫌な音。音？うわ。死んでるね。これはひどい。どうやら長居はできないらしい。その鍵とやら早く見つけて退散しよう。オッケー。ほうほう。ひどい。中には鍵は見当たらない。ここには目ぼしいものはないか。うん。え？こっち？ああ！おお。あ、セーブあった。セーブ認識すんの早っ。セーブだけはすぐに見つけられるね。これは船着き場の鍵かしら。あら、開かない。パネルを操作。え？メーターを適正な設定セットしてください。え？はい。わからないので、と下手にいじっちゃいけない。新人研修マニュアル。お、管理課配属の職員は鍵管理システムを早急に把握してください。手順1、うん、規定の数値に合うよう上下のスイッチを操作してください。2、規定の数値に達すればどのような順番で操作しても構いません。セキュリティ向上のためご理解とご協力をお願いします。はあ。要するに、パスワードと同じようなもんってこと？規定の数値が分かればいいってこと？だね。早く鍵を見つけて戻りましょう。気が狂いそうだ。せやな。ずっと下見てたらダメだよ。うん。なんでずっと隣にいるんだ。やっぱ黒幕なんだ。そうか。メーターを適正な数値にセットしてください。あ！でもアンロック。あ、そういうことか。この50にすりゃいいんだ。ああ。あ、普通にこういうなんだ、パズルゲームみたいな。うん。はい。なるほどね。おー。ナイス。オッケーオッケー。サクセスサクセス。やりました。夏木場の鍵。
お、俺たちの船に。あ、魚住？あ、魚住くん。さよなら。生幕じゃないのか君。ああ、だから言ったのにな。あれ？あれ？あ。ああ、これは連れて行かれましたねこれで。あー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 。あらら。魚住。音。ゴトゴト鳴ってるね。だいぶ引きずられてるよ。ああああああ。魚住さん。あ、あ。そんな。ああ。ああ、お尻いっぱい。お尻いっぱい。マイコさん、化け物が建物の中へ。なんですって。そんな、魚住は。そう、ですか。マイコさん、逃げましょう。ここはもう。いいえ、私、逃げません。容易に歌うことをやめるわけにはいきませんの。なんて強いな。歌うのをやめたら、それはパークのさらなる破壊を。みんなに知らせることでチルルペペペペチシャパパン。マイコさん怖いんだろうな、マイコさん。震えてただろ。それはパークのさらなる破壊をみんなに知らせることになります。人々を不安にさせてしまう。そんな、最後まで歌います。それが、私の使命ですから。あなたを信じます。どうか船を、助けを。そんな、それまでここが持つとは思えません。この鍵で奥の扉から脱出できます。今まで辛い記憶や汚れた思い出、いろんなことがありましたが、私は私が好きでした。それでいいじゃありませんか。舞妓さん、舞妓さん、ああ、舞妓さん、ごめんなさい。ああ。マイコさん、面白かったね。ねえ、いい人だったよ。ああ。ああ。ああ。あんなにいっぱいいたらもう助からないよ。うわあ。あ、こっちじゃない。痛い。痛い。え、どこ？マイコさん、ごめん。死んだ。俺、死んだ。マイコさんの最後の思いか。もう、ああいう時こそ頑張りたいのに。あんなにいい別れをしたのに。ごめんな、マイコさん。もう一回、すごいいい言葉もらっていいですか。マイコさんの思いを何度でも受け止める。それでいいじゃありませんかと。よし、負けない。うん、よく見ろ、よくマップを見るんだ。ちょっとなんかどこだか分かんない時ありそう。大丈夫かな。下でしょ、で右で下、どっち。これは、あー、分かった、分かんない。あ、どこ、行けないのか、行けなかったな。え、わかんないぞ。階段も、階段あれ。階段に止まってたよね、でも。うん。あれか、え、どうすんの階段。マイコさん、ごめん。もう一度、もう一度チャンスをください。うわ、もう入り口のところ、プリンに見える。プリン？プリン並んでない？二つ。うわ、じゃあこれ、また死んでもう一回見ないと。見に来なくてもいいんだよ。プリン見るために。それでいいじゃありませんか。ああ、それでいいんです。ああ、ごめんなさい。舞妓さんは戻ってきてほしくないよ、プリンなんか見るためには。そうだ。そういうわけにはいかねえ。こっからだよな。じゃあ、いけなかった、いけなかった。階段に、ああ、こっち行けるんかい。入れるんか。なるほど。え、でも入ってきちゃうよ、ね、入ってくるのか。入ってこないか。
はあ、セーブあった。おぉ。一回食らっちゃった。そうだね。ああ、おぉ、ここか。開演記念10月15日ゲストを招いた特別放送を決定。おぉ。FOS ホワイトさん。10月15、1015。それ以外ないよな、別に。はい、そうだね。ないかな？ないよな。あー、まだ歌ってくれてる。あ、ね、女子でかい。あこれは、すれー。あ、エリカ。あやめさん。エリカ、どうしてここに？あやめさんを追ってきたんです。けど、門が閉まってて。大丈夫。鍵ならここにある。でも、どうして？あの二人は？え？え？なになに？エリカ？ちゃんと話すけど、まずは安全な場所へ。わかった。なんだなんだ。え、あの、FOS ホワイト。安全な場所行きたいんだけど、うん、私はあれを入力しに行きたい。あ、そうか。びっくりマークみたいなのついてる扉のところ。いる！ここじゃん！ここ、ここ、ここよ。あ、ここが？ああ、その金庫か。なるほどね。なんだっけ？ああ、そうか、そうか、そうだわ。10。そうそう、1、5。おー、ナイス。お金かい！お金だ。うわー、ない！あいごめんね、エリカ。自分の回復優先しちゃって。確かに。エリカずっとあそこで待ってるだろうな。ね。はい。え？ああ、オッケー。いやでもこれさ、体験版の時さ、うん。すげえでけえやつ出てきたんよ。あ、ここ開けたら。うん。それがそのままだったら。安全じゃないのよ、全然。うん。きっともう、大丈夫。あ、いけた。え？お？エリカ、一体何が？あの女性が言ってた言葉。え？なんとか逃げてきたけど、ここだって安全とは言い切れない。やっぱ安全じゃなかったってことか。うん。あなたたちが入ってこられたように化け物だっていずれ。あの言葉が現実になった。まさか。あの後ほどなくして化け物の襲撃にあったんです。あの人は怪我で動けなかった男性をかばって。そんな。私一人間一髪のところでロッカーに隠れました。あの二人が襲われる中、何もできないまま。もう大丈夫。こんなこと気休めにもならないかもしれないけど、気負わないで。あなたのせいじゃない。あなただけでも生きていてよかった。あやめさん、どうして、見ず知らずの私にどうしてそこまで？そっか、妹に似てるってことはまだ言ってないんだもんな。そうだね。私がエリカに初めて会った時、香織って呼んだの覚えてる？え？ええ。私ね、今回の事件で妹を亡くしてるの。その子の名前が香織。明るくて向こう水でね。とっても仲良しで、大好きだった。その香りによく似てるの、エリカは。私ね、一度失った大切なものをまた失うなんて、まっぴらよ。だから、あなたは、私が守る。絶対に。あやめさん。こんなひどい状況だけど、あやめさんに出会えてよかった。エリカ、ここから脱出しましょう。めっちゃ黙っちゃった。ここから脱出しましょう。二人で一緒に。はい。
おじいちゃん。心配だよね。私にとっては優しいおじいちゃんだったから。おじいちゃんが全部仕組んでるってことなのかな。そうなんだ。一体どこにいるの。研究したものがなんかとんでもないものだったとかね。ね、まあ、暴走してるかもしれないし ね勝手に。島の全景が再現されたジオラマ。いいな。ねえ、かっこいい。このサイズのジオラマいいね。いや、上にも行けるし、そこのドアにも入れそう。そうね。フェリーターミナルがこっち。あ、行けねえ。ああ、で、こっちはスタッフオンリー。うわあ。うん、まあそうだね、開かない。開かないと。ああ、おお、ダメみたいね。え、マジ？ああ。何？ああ。あそこ、通れないかな？そんな、大丈夫？多分、大丈夫。反対側に回ってドア開けてくる。ええー、マジか。危険だよ。エリカタン。いた！痛いって、また怪我したんじゃないの？またお姫様ダックの時間？そうだよ、またやんないといけないから、めっちゃガニ股になっちゃうじゃん。ねえ。開いたよ。え、ちょっと、その前に。ごめんね。ごめんね、ごめんね。こっち行きたいねんな。エリカちゃん。ああ、よかった。止血できるよ、これで。エリカちゃん。セーブもあったし。エリカちゃん、置き去り事件。ごめんって。